梅と池の町だわん。知多市で3番目に広い総理小学校区。エリアの北側は総理小学校を中心に多くの人が住む新しい住宅街。また江戸時代より前から人が住んでいた懐かしい風景が残っているんだわん。そして南側には12世紀に作られたといわれる七曲り雇用群があり、総理の長い歴史を物語っているんだわん。そんな総理小学校区の真ん中にあるのが総理池だわん。ここに蓄えられている水の量はなんと名古屋ドーム4杯分。すごいね。そして総理池といえば梅林も有名だわん。毎年行われる梅祭りではおよそ4600本の梅を楽しみに多くの人が訪れるんだわん。そんな通りに住む人たちはみんな生き生きしているんだわん。コミュニティでは盆踊りに運動会、さらに3世代交流など1年を通して地域の人の交流の場を提供しているんだわん。またエリア内には4つもサロンがあって、お年寄りが集まり楽しい時間を過ごしているんだって。皆さんお元気だわん。さらに体を動かすのも大好き。ふれあい総理スポーツクラブでは毎週バドミントンにミニテニス、囲碁ボールなどさまざまなスポーツを楽しんでいるんだわん。皆さん健康だわん。さてここで問題。総理という地名の語源はため池から流れ出た水が左右に分かれる様子を表したサウ入りという言葉である。丸か×か。いくで。それでは丸か×かお答えいただきましょう。皆さんご一緒に3、2、1、どうぞ。はい、丸が多いですが×の人も2人いますね。さあそれでは答えです。答えはこの方にお聞きしましょう。コミュニティ会長豊田さんです。どうぞ。さあそれでは豊田さんお答えを。丸。丸が正解。ねえ、1年生もよく当てましたね。はい、これはどういうことかというと、ちょっと字を見て説明してもらいましょう。実はですね、この辺りに大きいため池が一つあった。で、そこのため池から川がこう流れ出ていて、それが左と右に分かれていたと。で、その分かれるところがこの総理に当たったということで、先ほどのこの地名のようにサウリというふうに読んでたのが、今現在使われている総理というふうになったと。さあ、あの会長、このコミュニティはどんなコミュニティと言ったらいいでしょう。現在は緑も大変多く自然に恵まれておりまして、これから多くの方たちが元気よく住める明るい街を目指して発展していってくれるんじゃないか、そういうふうに思います。ご苦労があると思いますが、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。総理コミュニティ会長の豊田さんでございました。